さあ続きましては今日は予選落ちも出るクラススーパー SS クラスです。セカンドチャンスヒートを勝ち上がってきたドライバーが29番手から34番手までについています。予選を戦っておりましたのでこれが初の顔合わせということになります。スーパー SS のお兄様方坂、近江といったようなドライバーは今までシリーズチャンピオンも経験しています。さあ後ろちょっとなんか止まりそうな 39? というところでスタートは切られてしまいました。コーナーでは坂が入っていきます。まずは坂が固く入っていきました。2番手に多くはついていきましたかね。でそしてピットロードに戻ってきてしまいましたのはブスが作ってません。カーナンバー39番の奥田文則、6年ぶりのレースだったのに奥田さん帰ってきちゃいました。何のトラブルなんでしょうか。先頭は S 字です。坂が早くも頭一つ抜け出して、3コーナーで揮発、3コーナーで揮発撤収されました。再スタートは切られたでしょうか。さあトップ坂です。3コーナーではカーナンバー9番の沢口が、何か止まってしまいましたね。止まってますね沢口です。セカンドチャンスヒートから勝ち上がってきたんですけれども残念です。トップは坂、2番手にミスター、3番手には大見幸正と続きます。4番手に大川、5番手に高田、6番手に乾、7番手に川北、8番手に清川、長い集団が駆けつけていきます。沢口は先スタートしてきました。トップの坂はもう断トツの速さですね。タイムトライアルの時から後ろを寄せつけない速さを見せていましたが、予選は最後ねちょっと追いつかれたりもっていう感じだったんですけど、いやーそれにしてもこの決勝決めてきましたね。ただ後ろもそう簡単にはいかないベテラン揃いですから、これどう追い上げてくるか楽しみです。集団としては7台がこの第2集団となっています。8番手の清川までです。そして9番手以降が第2集団で、ここを今引っ張っているのは平野真一です。平野本家の野崎と一号が入っていきます。トップ坂は単独、2周目で1秒209の差をつけました。2番手以降は坂よりも高いほど落ちている水田と近江です。その後ろ大川が前の様子を伺ってますね。そして高田、さらに乾、川北、清川と続きます。川北と清川は前から乾からはちょっと離れたかなという感じもしますね。現在ピンチ状態です。9番手以降はこれも大きな集団となっています。トップ坂は56秒37、自己ベストとなっていますが、ファーストストは現在5番手の乾が出していた。そして2番手以降が3コーナーから4コーナー団子になって、さあ入れ替わりはあったでしょうか。2番手には三田、いやじゃなくこれは近江です。近江が上がってます。2番手に近江が上がってきました。そして三田、大川と続きます。乾、
乾も上がりまして、高田を従えて走って、その後ろには清川が上がり、川北がワンポジションのドロップ。第2集団の方ではトップが平野というのは変わらないんですが、野崎と奥野が先ほどからテールトゥノースになっていて、ここも目が離せない状態です。スーパー SF 2番手以降が大きく前から離れました。1秒以上の差がついています。大見としては何としても追い上げたいところかと思いますが、後ろこれだけ大見を狙ってくるドライバーがいる中で、後ろを意識せずに走るというのは難しいでしょうから、これも坂だけ追いたいけどもそうもいかないというジレンマ状態でしょうね。ただペースはいいです。大見隈さんのペースはいいですので、まず後ろが仕掛けてこなければ坂に追いつくことも終盤は可能かなという雰囲気ですね。現在5周終了です。決勝は16周。さあ1コーナーのところでは大宮行きは西田が取っていきます。これでバトルが激しくなったら坂の思うつぼ、レースが動いたのは大パワー、バシッと当たりません。ここはもうなんか自転車でやるところの転倒交代ぐらいやって、引っ張り合いをしながら坂を追っていきたいところだと思うんですが、スーパー SS のお兄様方、そのあたりのあうんの呼吸はあるのかないのか。メンバー的にもね、大見さん、三田さん、大川さん、乾さん、今まで必ずしもこのメンバーで戦っていたという感じの顔ぶれではありません。さあ後ろも高田と清川が追いついてきて、大集団になったら2番手争いは分からない、難しくなってきます。6周終了です。トップとセカンドのタイムギャップは1秒1とほとんど変わらず、先頭交代をしながらもこれほとんど同じペースで、あるいは上回るペースで第2集団が走るということですよね。さあトップの坂の前には先ほどスピンをしてしまいました沢口沖友が見えてきまして、ブルーフラッグが振られています。坂はスタートダッシュ良かったけど、その後は後ろのドライバーとほぼ互角といったペースになっています。さあそして後ろ乾が今は飛び込んできました。最終コーナーから立ち上がり、トップとセカンドのタイムギャップはやはり1秒1。三田が今1コーナーで割とハードなブレーキングをしました。タイム的には坂と三田が同じペース。さあその三田に対して近江ピタッとつけたままです。4番手の大川は前から少し離れまして、後ろの乾と一騎打ちになっています。そしてその後ろにいるのが清川、高田はその後ろにドロップしまして、一見同じ台数ではあるんですけれども中は微妙に入れ替わってきています。単独になっているのは8番手の川北です。そして9番手の第2集団なんですけれども、ここはリードしているのが野崎という形になりました。野崎、月木、内野瀬となっています。オーガストレート、さあ清川のペースが上がってきましたね。もともと今日朝一番は早かった清川が今1コーナーでも飛び込んでいきまして、ポジションを上げています。清川は現在5番手まで上がってきています。トップ坂と2番手三田との差はコンパが1つ縮まりました。さあこれ面白くなってきました。坂井宏之が56秒2なんですが、後ろが55秒台です。さあここでカーナンバー51番の岸本慎介が帰ってきてしまいました。チャンパーが外れかけという目方ラブだそうです。先頭は最終コーナーからこれで9周終了。ト
肋骨を縮まってきた。坂広行が苦しくなってきたか。ミスター大木は自己ベスト、大川がファーストベスト、追い上げていっております。さあミスターの快進撃、このいいペースはどこまで続くのかというのがポイントになってきますね。大見がそれに引っ張ってってもらっている状況です。どうやら佐藤を捕まえそうな、そんな雰囲気になってきました。今日朝から調子が良かった坂広行、この決勝は今ちょうど折り返しを過ぎたあたりですが、伸びなくなってきたか、後ろが迫ってくる。だからといって坂が遅いわけじゃないです。後ろがちぎれているのからも分かります。三田と大見と大川、この3台のペースがいいですね。さあ、こんなところで縮まってきた。残り周回数6周、坂広行危うし。これはもう厳しいとしか言いようがありません。なんか坂さんだったら最後、もしこれで逃げ切れたらちょっと中間くらい盛り上げてみたいやみたいなこと言うかもしれませんけれども、そんなことが言えるのかどうなのか、まもなく捕まろうかという坂広行です。下り 25R から立ち上がってきて、このスーパー SS シリーズチャンピオンを取ったことがある面々、去年も勝ったことがあるメンバーによります、マッチレースになってきました。清川も追いついてきましたし、これ面白いですよ。最終コーナートップ4形成、坂広行完全に集団に吸収されました。首をひねってます、坂広行は首をひねってます。11周終了、残り周回数は5周、どこで行くんだ三田さん、どこで行くのか大見行きました。さあ三田、3コーナーで入っていく、大見がついていく、坂は抵抗できない。2番手になんとか割り込んだか、2番手になんとか割り込んだでしょうか。左の 15R トップ陥落、坂広行変わって三田拓がトップに躍り出てまいりました。カーナンバー7番の三田拓、去年はポールポジションはありましたが優勝はできませんでした。悔しい思いをしました三田。さあそして最終コーナーでは清川がちょっとすごいタイミングで大川のインガーを飛び込んできましたね。これで清川4番手浮上です。残り周回数は4周、1コーナーから2コーナー。さあしかし坂は三田の後ろについてます。3番手以降はついてきませんので、トップ2のレースという形になりつつあります。三田が逃げる、坂がテールトゥーノーズへピタッとつけてくる。下り 25R、 立ち上がってヘアピン、三田拓39歳、坂広行は47歳、ともにそれぐらいの年齢になったら目がついていかないというふうに言われているわけですが、その目が重要な接近戦を、さあ池池55で3番手4番手も変わりそうな勢いになってきた大見と清川です。体力にも打ち勝ち、老眼にも打ち勝ち、速さを見せるのは誰なのか、いよいよ終盤のバトル。前にはまた1台バックマーカーが出てまいりました。ブルーフラッグが振られます。このバックマーカーが後ろのバトルに影響を及ぼすかもしれない。現在優勝できそうなのは5台です。トップ5まで前のドライバーの動き次第、三田なのか坂なのか、最終コーナーへと向かっていきます。残り周回数は2周。さあカーナンバー14番が一度に進みます、笠井正信、その横を連れかけていた神ドライバー。1コーナーでは清川入りたいが、これは無理、これはちょっと厳しかった。残り2周、2コーナーからの立ち上がり、坂はワンチャンスを狙っています。坂は速さが水田の方が上回っていて分かってますから、
いればワンチャンス狙えるけど、後ろにいられると逆に最終ファイナルアップのですね、3コーナーあたりが厳しいかと思うので、多分ね、坂はファイナルアップ狙いだと思います。そこまで、そして近江がヘアピン立ち上がりでアウトサイド。これはちょっと残念。さあ、そしてファイナルラップです。坂が行くとしたら、このファイナルラップの3コーナーを過ぎてからじゃないか。1コーナーだ、1コーナーで入ってった。さあ、これで3を抑えようという大作戦でしょうか。三田は3で来るだろうから3を抑えればいいと思ってるか。思ってる。3を抑えた、抑えた。そして陽へと向かっていく坂。ファイナルアップの3コーナーを抑えました。今まで3コーナーで仕留めてきた三田は頭を切り替えないと。さあ、岩ピンか、最終コーナーか。イーフィールドでは坂の方が速い部分もありますから、これはきついでしょう。岩ピンではいけない。3番手には大川、4番手清川もだんだん近づいてきましたが、これは最終コーナー狙いです。さあ、どうだ。トップ2、3番手大川を抑えた。清川はクロス狙い。そしてトップ2はそのまま坂広之、トップチェッカー。2番手三田、3番手大川、4番手清川、5番手高田、うわ、6番手争い、すごい。乾が前に出てましたね。乾、川北、近江の先、月木とチェッカーを受けています。その後ろは一ノ瀬、佐藤、内海、安藤、そしてすごい横並びでした。これも奥の平野、そしてセカンドチャンスから上がってきたドライバーもね、ヒロテックなども17番手まで上がってきておりました。ということで、スーパー SS、 やはり最後の一周を狙っていました坂広之は、1コーナーで飛び込んで3コーナーを抑え切るという作戦で、見事は今シーズンの開幕戦のウィナーということになりました。3回目のシリーズチャンピオンに向けていい滑り出しでしたね。